おはようございます。おはようございます。退場前のお礼の説明を申し上げます。委員の出欠について、片岡委員用務のため、遅刻の届けを受けておりますので、ご連絡いたしておきます。招集通知委員会資料配布後に、日程第6に、可燃性、不燃性一般廃棄物と収集運搬業務委託業者についてを、追加資料を配布させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。ただいまから第2回市民環境常任委員会を開会いたします。本日の委員会はお手元に配布いたしております会議日程により進めさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。それでは日程第1、集会所の耐震診断結果の件を議題といたします。当局の説明を求めます。小野野江副課長。はい、それでは日程第1、集会所の耐震診断結果についてをご説明申し上げます。本市では旧耐震基準の下で建設されました集会所の耐震診断を平成25年度から27年度までの計画で進めておりまして、本日は平成27年度の実施結果をご報告させていただくものでございます。まず資料1枚目の項目1、平成27年度耐震診断の概要でございますが、実施施設は7カ所、実施期間は平成27年6月19日から平成27年12月31日まで、委託料は646万7040円でございます。次に項目2、診断結果でございますが、7棟中3棟が NG、ノーグッドという判定になっております。診断結果の詳細につきましては、1枚めくっていただきました平成27年度分の集会所耐震診断実施結果および概算補強工事費一覧をご覧ください。下段の表にございますように RCS 像の建物、いわゆる鉄筋コンクリートおよび鉄骨造りの耐震性を評価する指標は IS 値でございます。 IS 値が 0.3 未満の場合は、地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高いとされ、 0.3 以上 0.6 未満の場合は危険性がある、 0.6 以上の場合は危険性が低いとされておりますので、IS 値 0.6 未満を NG 判定といたしております。また、W 造り、いわゆる木造の建物の耐震性を評価する指標は IW 値でございます。 IW 値が 0.7 未満の場合は、地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高いとされ、 0.7 以上 1.0 未満の場合は危険性がある、1.0 以上の場合は危険性が低いとされておりますので、 IW 値 1.0 未満を NG 判定といたしております。上段の一覧表には施設ごとに診断結果を記載しており、判定欄にはただいま申し上げました判定基準に基づいて耐震化が必要な建物には NG と表記するとともに、あくまでも参考ではございますが、補強費用の概算額をお示ししております。また参考資料として別綴りで本年度に NG 判定となった集会所の耐震補強の参考図面等と、10ページ目以降は平成26年度25年度に実施しました集会所の耐震診断結果の一覧表を添付いたしておりますので、ご覧おきいただきたいと存じます。説明は以上でございます。これより質疑を行います。木本委員、耐震の結果としてはこういう結果というんですけども、25年26年で NG 判定出たところ、そして、今回27年で NG 判定出たところ、どういう対策を捉えているのかお聞かせください。小野添副課長。はい、NG 判定が出た集会所への対策でございますが、今後、
これら把握ができましたので、今後、耐震などの、対策をどのようにするのか、その他の部分を含めまして、計画的に進める必要がございますので、今後その計画法の策定に着手したいと考えております。いろいろとそのアセットのことであるとかもあるとは思いますし、その利用状況等々を鑑みる必要があるかなと思うんですけれども、で利用者からしますと、こういう結果出ますと、やっぱり安心して使うのが、使うことできないといいますか、やっぱり不安に思えるかなと思いますけれども、その計画ですね、いつごろとか、に作り、それで、全部で、これで24ですか、これから議論されるのかなと思うんですけれども、いつごろには計画を作るということがいいでしょうか。小野野役副課長。具体的な、スケジュールということは現時点においてお示しはできませんが、早急に、検討していきたいというふうに考えております。木本委員。耐震診断の中でもその、NG と出ている中でも通知の代償はありますし、でまたその集会場自体もいろいろと使用状況とかそのありますので、本当にそのいろんな要素を鑑みないといけないとは思うんですけれども、しっかりとこの優先順位、この補強費用を概算すると全部で1億ということでありますし、優先順位つけてやらないといけないのかなと思いますけれども、このあたり、しっかりとした優先順位つけて、適切に、そして速やかに対処していただくように、要望しておきます。はい、他に質疑はありませんか。山崎。耐震性で NG だということがどんどん分かってて、工事費の見積もりまで取ってて、でいつやるかまだ決まらないと。耐震性を診断するからには当然 NG も出てくるのは、多い少ないは別に予想される、予想するから診断するんだと思う。それに危ないよとだけ言ってどうするか決まってませんと、お金の額だけ計算してありますけど、なんか非常にバランスを欠くように思うんですけど、なんでそんなに工事着手の計画がいまだに立ってないのか。その一体で作るもんじゃないか。小野野副課長。これまで、集会所複数年をかけて、今まで耐震をして、きました。今後はですね、残存価値であるとか費用対効果等も踏まえまして、それからの対応への、判断や優先順位、計画期間などを定めて、対応を考えたいと考えております。山崎。耐震をしてきましたというのは変な言い方、耐震の診断をしてきたですね、はい、対応してないですね。集会所を廃止しようと思ってるから診断だけして手はつけへんということにしてたんですか。だったらもう時代は変わってるんだから、直ちに宇治市の集会所についての最新工事の計画急いで立てる必要があるんじゃないですか。なんで立てずに来たのかというのは大変疑問なんですけど。澤田副部長。集会所につきましては、耐震診断が必要な、箇所数として、42箇所ということで、この間、対応してまいりましたが、もともと箇所数が多いということもございまして、失礼しました、43箇所でございます。43箇所の集会所がございまして、数が多いことから、3年間をかけて、診断をしていくというのが、当初の計画でございまして、現在その計画にのっとって、これから、具体的な対応策の方を、検討していくという段階に入るということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。山崎。宇治市の公共施設所有している建物で耐震性が NG だという建物は集会所以外にいくつもあるんです。
澤田副部長。私どもで所管をさせていただいている公共施設で申し上げますと、市民会館、それからプレイセンター参加でございます。山崎。宇治市の全公共施設の中で耐震性がないのは、この市間の乾燥している建物だけじゃないですか。教育委員会の主管している建物の中で耐震性のないところはないですね。だから他のところそんなたくさん施設持ってないから、この主管の担当のところだけに耐震性の欠けたものがあるんじゃないか。他の人のことは分からないんですか。沢田副部長。他の所管の、公共施設につきましては申し訳ございませんが、把握をさせていただいております。山崎。多分ないかほとんどないと思います。帯同にあるのがこの市民環境部の所管の建物だということになろうかと思いますが、前段としてはそれぞれ必要性がはっきりしていながら対応が非常に遅れているということではないかと思います。後で、次にフレアセンターの話がまた出てきますので、これはそこでまた話をしますけれども、ちょっと他の公共施設と比べても、ね、対応が遅いというふうに思わざるを得ません。であとですね、そのことは指摘をしておきます。急いで計画を立ててもらってですね、この改修の、費用もそこそこかかるもんですけども、数も多いですから急いでしないと、いつ地震が起こるかわからないわけですから、それは急ぐではないで、43箇所が必要なところで、それ以外の、全部で132あるわけですから90箇所ほど残りがあるわけですから、それは、建築年数その他の要因で特に診断も必要ないという判断です。小野上副課長。はい、この3カ年で、耐震診断を行いました43箇所以外につきましては、いわゆる新耐震以降で建築された集会所ということで耐震診断の対象等はしておりません。山崎。はい、分かりました。段取りとしてはね、すでに補強の概算見積もりまで全部出てるわけですから、あとは費用の工面さえつくのと、業者の選定や業者との計画があればですね、そんなに段取りとして手間のかかることではないかなと思うんですけども、ぜひこれについては早急に計画も立て着手をいただきたいと思います。それと資料についてね、ちょっと見てて思ったんですが、この2枚物のやつの2枚目にあります、あともずっとそうなんですが、指標値のところでですね、IS 値と IW 値が混在して書いてありますよね。大きい基準が違うので、非常にちょっと見にくいかなと思うんですね。この表の中には、これは IS 値なのか IW 値なのかは書いていません。構造分類のところで、W 作りとなってたり、プレハブと書いてあれば、これはIW 値で、そうでなければ IS 値なんだなというのは、下の解説を見てわからないわけではありませんが、一覧表でするときには、正確に違う数値が同じように並ぶというのは、ちょっとどうかなと、表の作りでちょっと意見があります。それとですね、下に判定基準というところに書いてある項目ですが、地表値が 0.6、プレハブ作りにおいては 1.0 未満を耐震化の判断基準とするという、この表現は、ちょっと不正確なんではないですかね。木造については IW 値を使い、それは 1.0 未満が耐震化の判断基準だと。その他、鉄骨だとかについては、IS を使い、それは 0.6 だというふうな表現が必要なんです。この表現だとなんか話が混乱しませんか。小野上副課長。申し訳ございません。今お話しいただきましたの判定基準、指標値が 0.6、括弧でプレハブ作りにおいては 1.0 のところですが、このプレハブ作りのところに本来、W 作りという文言を、付け足すべきところでしたが、この文言を欠落しておりましたので申し訳ございませんでした。山崎。
あの地方値というのもそもそもの基準値が IS 値と IW 値で違うし、だから基準値が 1.0 と 0.6 と違いますので、もう少し区別をはっきりして書いた方が混乱は防げるかなというふうに思いますので、それは今後資料を出されるときにご考慮いただき、考慮いただきたいと思います。まあ全体像がはっきり見えてきたわけですから、あの対策の方を急いでいただきたい、ここのことを要望して質問があります。他に次はありませんか。稲田氏、はい。まあ、先ほどからもう各いろんな意見が出ているんですが、あのこれ、平成25年から27年の合計の概算なんですけど、まあ、約1億250万は、これはあの耐震ですから、こう国の補助が何かかな、これ単位なんですかね。沢田副部長。国の補助金はあの一部入る可能性はありますけども、この費用全体をあの網羅するような補助制度というのは、なかなかいいと思います。井上氏。分かりました。まあ、でも、まあ、国の補助がなかった場合、その単費で1億250万というのは、まあ、かなり大きな額だと思うんですね。で、今後その、まあ、今が43箇所。まあ、これからあと残りの箇所も耐震診断してっていうことでしたかね。残りの箇所がね、ちょっと分かります。いいですか、ちょっと聞いて。沢田副部長。法律の集会所につきましては、あの今回27年度で、耐震診断の計画は全て終了ということになります。伊沢氏。まあ、でもこの1億250万とっても、まあ、かなりの額なんでね、まあ、これをその、まあ、今まで、まあ、私たちも何度も言ってきましたけどね、その昨年12月議会で、まあ、可決されたね新集会所条例を、まあ、その前に、まあ、政府として、まあ、再生プランをねやっぱり進めていくべきだという話も私どもしてましたけど、ここだけの費用かかるんですから、やっぱりあの、まあ、行革の部分とセットして再生プランとしてやっぱ考えていくべきと違うかなと改めて思うんですけど、その点どうですかね。沢田副部長。集会再生プランにつきましては、さまざまな課題が ありますものの、一旦まあ整理をさせていただくということで、まあ、12月定例会におきまして、条例の方をあのご提出いただいたところでございます。で、耐震に関しましてもあの、まあ、喫緊の課題ということで、まあ、本日もあのさまざまな意見をいただいておりますけれども、対応をあの検討していく、早急に対応を検討していかなければならない課題というふうに考えております。で、まあ、再生プランにつきましては、もう先ほど申し上げましたように、あの一貫整理をさせていただいたということで、今後につきましては、まあ、先ほど申し上げておりますように、まあ、建物の、残存価値ですとか、まあ、費用対効果ですとか、まあ、補強にするのか、建て替えにするのか、等の、まあ、優先順位をどのようにあの考えていくのか、また計画期間についてもどのように考えていくのかというようなことを、まあ、公共施設と総合管理計画、いわゆるアセットマネジメントでございますが、まあ、それとの整合も視野に入れながら検討していく必要があるというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。大臣。あのこれだけの多額の費用をかけなあかんという、まあ、予想見通しがありますんでね、あのそこはやっぱり先ほどもこう意見としてやっぱり早急に耐震化というかその改修の方をしてくださいという要望もありましたので、そうなるとあの縮減するところは縮減していかないとなかなかこの費用面というのは難しいんじゃないかなと思いますので、改めて本当にこうもう再生プランはやっぱり考え直すべきだと私たちは思いますので、その点は要望します。よろしくお願いします。他に質疑はありませんか。別にないようですから質疑はこれで終了して、質問は引き出させていただきます。次に日程ラインについて。
青少年児童センター、都道ふれあいセンター、軒先の一部がこの件を議題といたします。当局の説明を求めます。この声、それでは日程第2、青少年指導センター、都道ふれあいセンター軒先の一部落下についてをご説明申し上げます。平成27年12月31日午前3時ごろに、青少年指導センター、都道ふれあいセンターの玄関軒先のコンクリートの一部が落下した件につきましては、平成28年1月5日付の文書におきまして概要を報告させていただいたところでございますが、その後の対応経過等について本日改めてご報告いたします。お手元資料の1枚目の項目1、対応経過からご説明いたします。1月5日に玄関部分を含む青少年指導センターの部分を取り囲む足場を設置いたしました。翌日の6日から落下する恐れのあるコンクリートを除去するとともに、軒先周辺部分の点検と修繕方法を検討するための調査を行いました。その後、修繕方法を決定し、19日から軒先の修繕と軒先以外の外壁クラックの補修を行っているところでございます。軒先の修繕につきましては、資料の2枚目にございますように、より安全性を確保するため、繊維ネットをステンレスアンカーピンで外壁に貼り付けることで、外壁の剥落を防止いたします。資料の1枚目に戻ります。この改修の工期は2月末までの予定としております。項目2、費用は約350万円の予定でございます。項目3、その他でございますが、利用者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、工事期間中は南側の玄関を閉鎖しておりますので、青少年指導センターの出入りは事務所入り口横の西側出入り口をご利用いただくほか、駐輪場につきましてもグラウンドの一角をご利用いただくこととしております。説明は以上でございます。これより質疑を行います。今川委員。はい、資料の方を拝見させていただいて、これ12月31日午前3時ごろの出来事ということなんですけれども、で、まあ、土地が明けての5日足場設置ってなっているんですが、これって緊急体制の連絡の取り合いっていうのはどういう形になっているんでしょうか。室戸副課長。はい、この12月31日午前3時ごろ、夜中のことでございますが、こちら警備会社が巡回をしておりまして、そちらから市の方へ連絡が入ったという体制になっております。その後、その12月31日に、その落下場所の確認等は職員にて行っております。今川委員。わかりました。じゃあまだ、2月末日の予定ということで、まだ工事をされていることなんですけれども、安全対策をしっかり取っていただいてよろしくお願いいたします。他に質疑は山崎。12月の31日に、事故が起こって1月の日で文書をいただきました。その後ですね、19日には、この主管の委員会開かれたんですが、それは何も報告がありませんので、で、まあ、今日に至ったわけですけども、19日の委員会で報告が特になかったのはなぜですか。小野田副課長。はい、1月5日付の、文書で、取り急ぎの、ご報告をさせていただきまして、それから本日になった理由でございますが、今後の対応というものが一定決まった時点でご報告をということで、本日ご報告という形になりました。山崎。第1報が1月5日の文書ですので、今日が第2報ということになりますけれども、第1報の文書ではね、1月、修繕と点検で工期は10日間を予定と書いてあって、今回はそれとは、だいぶ長くなっているという話ですが、第2報ですから第1報の報告と関連の報告をちょっとしていただきたいと思いますけれども、5日の段階での判断がその後変化をしたのはどういう事情
まして、どういうふうに変化判断が変化したのかというところもちょっとご説明願いたい。小野田副課長。当初の予定10日という10日間ということで、ご報告させていただいてたんですけれども、その10日間の中で、業者さんによる点検調査等をしていただき、今後、より安全性を確保するための、一定の工事が必要だということで、そのための、その工事が実際できるかどうかという調査等が必要となりまして、10日から伸びていった。そして今工事をしているために、まあ、2月末までということになっております。山崎、報告の仕方ですけどね、まあ、5日の段階ですから、まだ仕事が始まってすぐのことで、少しまだ分からないことがあったというのは理解はできますけども、その後新たに分かったことが何で、それで判断が変更になったことが何かと、でこういうことになったという、ちょっとその報告と報告の関係もはっきりさせた報告の仕方をしていただきたいと思います。ちょっとこんなポツポツと点みたいな報告してもらうと話がつながらないということになります。今の説明で ある程度理解はできます。で、都道の村センターについては随分と危うい状態だったということが改めて浮き彫りになって、まあ、少し本格的な補強工事をしようと、こういう報告だというふうに思うんですが、大久保の方だとは同じような問題はないのかと見てみます。小野副課長。都道ふれあいセンターにつきましては、今回ご報告をさせていただいたとおりでございますが、今おっしゃっていただいた平森ふれあいセンターにつきましても、平森ふれあいセンターにつきましても、危険箇所については、常に点検をして、把握するように努めております。お先、いや、ほとんど状況はそう変わらないんじゃないですか。この程これぐらいのレベルの補強が必要な可能性はないんですか。建築年数はすごく差があるんです。作り方とか建築年数にかなり大きな差があるんです。小野田副課長。都道ふれあいセンターにつきましては、昭和37年の建築になっておりますが、平森ふれあいセンターにつきましては、昭和55年の建築となっており、18年の、差がございます。ただもちろん、それでも30数年が経っておりますので、常に、施設を維持管理するための点検等は、行っていきたいというふうに考えております。山崎。フレアセンターはもともと幼稚園だったところが、幼稚園の廃止に伴いその施設を活用して、フレアセンターとして使ってもらう。牧島は障害者施設だ施設にするということで、建て替えたんですね。ですから、古い建物は残ってないと思うんですが、こうした使い方をした場合に建物の管理の問題というのはやっぱり注意をしておかなければ、だんだん日数が経っているのと元の目的と違う建て方使い方をしているということもありますので、平森についても注意深く見ていただいて、必要な重点を適宜やっていただきたいと思います。以上です。片岡委員。説明の中で12月31日の午前3時ごろに、落下したというふうなことがありましたけど、これ正確に言えば発見じゃないですか。だからそういうふうに言われた方がいいと思いますね。それから利用者にご不便ということも書けましたけども、やっぱり問題になるのは完全性ということだと思うんですけど、これが利用者が開館中に利用しているときにそういう事例が起きれば怪我が起きるという可能性もあるわけで、
そのこれをもとにどういう対策を講じたのか、またその講じる前にはっきりした結論を見なかったので報告が今日になったということなんですが、しかしこういうことはやはりその事例が分かったときに直近の所管の常任委員会には報告すべきだと思います。これは意見です。そしてこういう事例は市民環境常任委員会の所管のものだけを対象にするわけですよね。この事案をもとに他の常任委員会の所管の公共施設に、同じ頃の建設物があって、それについて部長会なり全体で報告ないし対策を協議したということはあったんでしょうかね。このことが大事だと思うんですけど、市民環境常任委員会だけの範囲じゃなくて全体的にこれは協議があったんでしょうか。澤田副部長。対策を検討したということではございませんけれども、今回の、事象事例を、の、情報共有ということにつきましては庁内で図っております。片岡委員、所管の範囲内だけか、あるいはこういう事例があったよということで他にも全般的な協議があったかどうかということをお尋ねしているんですけど、もう一点なかったかあったか。澤田副部長、情報共有につきましては庁内で共有をしております。所管のところだけではなくて庁内で共有をいたしております。わかりました。他に質疑はありませんか。木本委員は昭和37年に建てられたということですけれども、その従前の点検状況についてどういう形で調べていたのかお聞かせいただけますでしょうか。小野部課長。事故が起きる前の点検ということになるかと思いますが、いわゆる、定期点検というものをしております。で、これが11月にしておりまして、今回落落した箇所につきましての、指摘報告というものはございませんでした。木本委員。一応それはいろいろと基準かなんかに基づいた定期点検なのかなとは思うんですけれども、結果としてそういう報告ないところでこういう事象が起きているということで、だからといって全てが全て本当に、緻密に点検するとなると、それはまた理想はそうかもしれないですけれども、いろいろと労力時間の問題もあるとは思うんですけれども、このあたり点検定期点検の中ではそういう報告を受けているものの、こうした事象が発生するということは重々ご認識いただいて、その上で市としてもなんか重点的な点検項目を加えるとか、そういうこともご検討いただきたいなとご意見として、述べさせていただきます。他に質疑はございませんか。別にないようですから質疑はこれにて終結し、本件は仕切らせていただきます。次に日程第3、消費者安全法の改正に伴う消費生活センターの設置の件を議題とさせます。当局の説明を行います。岩崎さん。それでは日程第3、消費者安全法の改正に伴う消費生活センターの設置についてご説明申し上げます。
高齢者を中心に深刻化する消費者被害を防止し、消費者の安心・安全を確保するため、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が平成26年6月13日に公布され、この法律で消費者安全法が改正になり、平成28年4月1日に施行されるところです。その改正消費者安全法の中で、居住地によらず一定の質の消費生活相談を受けることができる体制を実現するため、消費生活センターの条例化を含め、組織及び運営等に関する事項が定められました。市といたしましては、すでに消費生活センターを設置しているところですが、同法に基づく今後の対応について報告させていただくものです。まず、資料1枚目の項目1につきましては、消費生活センターの組織及び運営等に係る消費者安全法の改正部分を記載しておりますが、改正消費者安全法第10条の2では、第1項において、都道府県及び全条第2項の施設または機関を設置する市町村、いわゆる消費生活センターを設置する市町村は、次に掲げる事項について、条例で定めるものとされております。1、消費生活センターの組織及び運営に関する事項。2、第8条第1号各号または第2項各号に掲げる事務。いわゆる相談や斡旋等の事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項。3、その他内閣府令で定める事項とされております。また、第2項では、条例を定めにあたっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として、内閣府令で定める基準を参酌するものとして定められたところです。次に、資料1枚目の項目に今後の対応でございますが、本市では、すでに消費生活センターを設置し、消費生活相談と行っていますが、消費生活センターの組織及び運営等について、改正消費者安全法第10条の2に基づき、センター長の配置、消費生活相談員の人材及び処遇の確保など、内閣府令で定める組織運営等の基準を参酌し、条例を定める必要があり、本年3月定例会に条例案を提出したいと考えております。次に資料2枚目の項目3、条例案の概要でございますが、1、趣旨、2、名称及び住所等の告示、3、消費生活センター長及び職員、4、消費生活相談員の配置、5、消費生活相談員の人材及び処遇の確保、6、消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修、7、消費生活相談員の事務の実施により得られた情報の安全管理とする予定でございます。申し訳ございません。相談の事務に従事する6、消費生活相談の事務に従事する職員に対する研修、7、消費生活相談員の事務の実施により、7、消費生活相談の事務の実施により得られた情報の安全管理とする予定でございます。説明は以上でございます。これより質疑を行います。山崎。現在の市が設置をしている消費生活どういう今体制になっているんですか。職員が配置をされているんですか。全部嘱託職員ないしはアルバイトのような体制ですか。いわゆるここで出てくる、消費生活相談員という資格をお持ちの方が配置されている、そうではない。ちょっと現行の体制についてのご説明いただきます。岩崎か。現状 の相談体制でございますが、相談を受ける体制といたしましては、非常勤嘱託の
消費者総合相談員が3名という体制で行っております。山崎、今度は条例を見てみなければ詳しくは分かりませんが、方法としては、そこに長というのはこれは職員だ、これも委託になるんですか。生活相談員については、例えば、消費者庁が出しているガイドラインによると、1人しかいないとか2人がいて、それが交代でいて、常時1人しか相談に対応できないと、経験が蓄積されていかないと、だから対に複数で対応できるようにとか、だからその消費生活相談員の資格について、規定があるんですけども、こういう点では今の現行と新しく条例化されて中身は変わっていくんですか、それとも中身は変わらずに条例だけで現状と位置づけるだけということなんでしょうか。岩崎さん、今回の法律をおきまして、新たに資格の登録試験というのができるんでございますが、従来より国民生活センターや日本産業協会、もしくは日本消費者協会等の、消費生活相談員の資格、消費生活アドバイザーの資格、消費生活コンサルタントの資格ということで、そういう3資格がございまして、その資格は引き続き新たに設けます登録資格とみなすという規定がございますので、現状宇治市の3名の相談員はその資格を用意しておりますので、現状宇治市としては変わりないものと考えております。山崎、ということは現在の宇治市の相談体制で既に法律ができてもその水準は達成しているから、条例で整理はするけど中身は変われないと、そういう報告ですか。岩崎か、相談員につきましては現状宇治市としては変わりない方向にあると考えておりますが、あと、センター長につきましては今後また人事の方とのまた決定の協議の運びになると考えております。山崎、そのセンター長は職員を想定している。岩崎、はい、今後の人事との協議に当たると思いますけれども、そうです、ちょっとそこまでのは基本的には職員になるんではないかと考えております。山崎、法律 の、 この改正の趣旨から言いますと、だんだんこの物事がこの何て言いますか、近所のお店が作っててそれを買うとかいうようなことからどうか全然遠いところで作ってて完全に包装されてやってきて、ものが信用できるものかどうかなかなか分かりにくくなってきていることや、それと、高齢者でこう社会的にこの近所の付き合いが少なくなって暮らしておられて、そこに、いよいよ詐欺だとかいう問題も起こってきている、その中で消費者保護というのは一層大事になってきているというのが、この法律の改正の趣旨にあるところですね。で、説明にもそんなことが書いてあります。それと私はこの間でいうと、そういうものだけではなくて、例えば工事だとか、それからマンションですね、この間大問題になってる、前は一度耐震、診断の偽造があって、今度は杭の問題が出てて、それは言ったら個々の消費者には分からないし、何か不安があったらどこに相談行ったらいいなっていうと、ここへ来るんだと思いますが。そういう対応についても今後強化をしていくという方向なんでしょうか。岩崎か、今おっしゃりましたように、今特によく相談ありますのは、やはりそのリフォーム関係がございまして、訪問してきて、ちょっとお宅の屋根がちょっとおかしいでしょというような形、高齢者宅、特になかなかやっぱり高齢者の方等がやはりその明確に断りにくいというような状況がございますので、その辺も含めまして、今現在私も出前講座等で、高齢者の方も含めまして、そういう啓発も含めていきたいと考えますし、またその、建築等につきましてはですね、なかなかの相談員とその分かりにくい部分がございますので、そういう専門的な部分につきましては、またそういうその専門の部署の相談の機関がございますので、そういう場合は別の相談機関をですね、ご紹介する場合もございます。
山崎委員。相談はおそらくかなり多岐にわたっていると思いますので、相談員だけで全てに解明できないことは当然まああろうと思いますけども、相互に紹介をして振ってしまうということではなくて、相互に連携を取って、結果については情報として蓄積をいただいてですね、効果的なその連携ができるようにしていただきたいというのを思います。でこの問題は実は国の方も以前に、市町村には基本的に、市にはそうですね、作れという制度が来たときに、うちしろは10年からありますと看板を書き換えただけで、ほとんど中身変えなくても水準には達してますよという報告がありました。今度法律が整備をされて、大体法が言ってる水準はほぼ達成しててセンター長を置くぐらいだよとこういうふうになってますが、ここの項目だけ見れば、クリアできているということかもしれませんが、法改正の趣旨をしっかり理解をいただいてですね、いわば少し一歩先を行ってたというなら、法の方が整備をしてきたらさらにもう一歩先を行くというような形で、市民生活の安全を守る上で特に重要性の増しているこういうものですから、今出てましたマンションのことや不動産も含めてですね、何か不安だったらいつもおいでくださいという候補もしっかりしていただいて、またセンター長が職員が配置をされるということでしたら、そうしたノウハウや教訓も市の中に蓄積しやすくなるわけですから、その上での点検や業務の改善拡充について、積極的に取り組んでいただきたいと思います。その点についてご決意なり報告なりあったらちょっと聞かせていただくと安心なんです。澤田副部長。消費制御センターにつきましては、現在出前講座も含めまして、かなり積極的に対応はさせていただいているつもりでございます。で今回の法改正によりまして、市町村の消費生活センターのに、何か権限が下りてくるとかいうことではございませんので、先ほどお話もございましたが、市町村の消費生活センターで対応できることの限界といいますか、限度というのはございますけれども、市民の消費生活を守るという立場で今後も引き続き努力してまいりたいというふうに考えています。山崎委員。今話題になっている食品偽造というか廃棄物が食品として売られているという話だとか、つい最近ついその前にあったマンションの不意打ちの偽造の問題など、最近のその消費生活を揺るがす問題は規模が大きいんですよね。その何万個とかですね、何十頭とか百何十頭とかいう桁になってきてですね、そうすると不安というのは非常に広い範囲に大量に起こる。でかなり名の知れた企業が関わっていると一体何を信用していいのかっていうようなことも起こってくる。確かに事実は深刻化しているというふうに思いますので、ぜひ積極的な対応されて、また今度の法律の改正でいうと、おそらく規模が大きくなっていることを国も意識をしてですね、情報については速やかに収集をして、でそこから各市町村などのセンターにも全国的な情報、少し離れたところの情報も伝えていきますよというふうに、マニュアルの中にも書いてありますので、しっかり情報も集めていただいて報告し、相互にやり取りをする。で市民にも必要なものを伝えると、従前の機能と基本的には権限変わらないとおっしゃいますけども、その働きを強化をするということが今法律の改正の趣旨だと思いますので、ぜひその点に積極的に取り組んでいただきたい、これを要望して終わりです。他に質疑ではありませんか。はい、寺吉委員。ちょっとお聞きしたいんですが、消費者安全法が改正になったのが平成28年4月1日に施行、その前に、3月定例会の条例案を提出するんですが、この今後の対応です、本市では現在も消費者生活センターを設置しているということですが、私も一度ちょっと市民相談の件で、相談を受けたということがあるんですけど、これまでにその相談数とか相談内容、その相談内容によっては、かなり事件性があるとかいった具合の相談があったとは、だかなとは思うんですけどね、そういう相談を受けたデータというか、その管理をした岩崎から。
修正相談 の, 内容の、まあ、相談内容の管理ということでございますけれども、まあ、国民生活センターが集中管理しておりますけれども、パイオネットという修正が相談 の, システムがございまして、各市町村が相談内容をその都度それを入力いたしまして、最終的には国民生活センターの方で消費生活相談内容について集約されるという形になっております。大吉委員、まあ、相談内容その管理しているのもそういう、まあ、個人情報の件もありますね。そういうのではですね気をつけていただきたいとは思うんですけど、その相談してきた内容によって、その例えば、まあ、消費者生活センターから、まあ、警察関係に連絡したりっていうことはあるんですか。では最初から、まあ、内容によりましては特に犯罪性を帯びたものもございますが、まあ、オレオレ詐欺等もございますので、まあ、そういう情報によりましてはその都度本人さんからも警察に通報していただきますし、またこちらの方とも警察等と連携を取っておりまして、その都度こういう事案がありますのでということで連携を取っております。大臣、わかりました。まあ、ちょっと私も相談を受けた時の内容もそういう、こう本当にそういう詐欺にかかりそうな感じの相談だったので、そういう点はやっぱりしっかり高齢者の方、やっぱり弱者ですからね、なかなかそういうところにこう電話がかかったりするとなかなか対応が厳しかったり、今ニュース等でもね報道されているように、こうどうしてもそういうところに引っかかってしまう恐れがありますので、しっかりとその安全を守っていただきたい。よろしくお願いします。以上です。はい、他に質疑はありませんか。片岡委員。こういった機関は京都府にもありますよね。で、京都府にもある、そして市町村にもある、市町村にもある。これはその関係は どういうことなんでしょうか。府の方が対応できない部分は身近な市でというふうなことなんでしょうか、それとも全然、関係なくそういう府との機関も一緒に、まあ、存在しているというふうなことなんでしょうか。それからもちろん窓口になるのは市民相談センターですから、1階のあそこが全て受け入れの窓口になるというふうに考えていいですかね。岩崎君。消費生活相談、まあ、相談の窓口についてなんですけれども、基本的にはそれぞれお住まいの、自治体の窓口の方にご相談いただくような形になっておりますので、まあ、宇治の市民の方でしたら宇治市の消費生活センターという形になります。おっしゃいますように、京都府の消費生活安全センターもございますので、まあ、基本的には京都府の消費生活安全センターは府内どの方でも電話相談を応じるような形にはなっております。で、現状宇治市におきましては まあ、市民相談1階の市民相談の方におきまして、宇治市の消費生活センターも合わせておりますので、まあ、ご相談に応じる形にしております。片岡委員。あんまりそれはこだわることはないと思いますけど、まあ、最近身内の DB、 実の父親による娘さんのドメスティックバイオレンスの相談があったんですけども、まあ、これはそのことだけじゃなくて他の関連もありましたので、その他の関連の方では解決がついたんですけども、そういうこう、なんかこの所管というのにもこだわるわけですが、だから市民は全然そういうこと関係なく相談を持ちかけるわけで、これは医療関係だからどこですよ、介護関係だからどこですよと、そういうふうにこう事案によって振り分けるということはないわけですね。それはないですね。全般受け入れるということです。いいですか。岩崎君。
約2年前に機構の改革の中でもともと消費生活センターと市民相談の窓口は別であったんですけども、約2年前に同じ1階の方になりまして、消費生活相談と市民相談と、一体で同じ、窓口で受ける形になりましたので、その中ではやはりその、市民相談の部分である部分と、また消費生活に関連する部分との、お互いの連携を取りながら、状況によっては関係各課の方に連絡を取るような形で、一本その相談の窓口 その一本化ということで、大変市民の方についてのそういうご案内については一定まとめられたかなと思っております。片岡委員。連携先の一つとして警察が上がっているわけですが、事案によっては例えば市の顧問弁護士の方に行ったりとか、こういろいろあるわけですね。連携先はもたくさんあるわけですね。湯浅主幹。現状そうですね、連携といたしましてはですね、警察とか、あと特に、地域包括、高齢者の方がありますので、地域包括、支援センターでございます、いろいろ、高齢者の、ご相談がありましたらですね、高齢者の方いろいろお話をさせていただきながら、包括支援センターの方におつなぎをしたりとか、そういう形で、できるだけつながりも、ここの消費生活相談だけでは止まらずに、みんななんとかいう方向に行くような形で、消費生活相談員とも話をしながら情報を共有してという形ではしていきたいと思っております。片岡委員。あと1点だけ、医療機関へ直接相談ということもありえますか。岩佐主幹。医療機関についてなんでございます。医療についての消費生活相談も全くない状況ではないんですけども、やはりその医療になりますと、多分その消費生活と部門というよりはかなり専門的な部門になりますので、なかなかその消費生活相談の方ではやはりその解決できない部分がほとんど多い状況ございますので、それはまたまた相談別の相談機関の方をですね、こちらとしてもご紹介するような形になるかと思います。片岡委員。だから別の相談機関に、持ちかけるというふうに承っているわけですよね。というのは非常に大きな問題が多発しているわけですけど、医療機関そのものによる医療ミス、それから利益至上主義の手術優先とか多発してるわけです。だからそういうふうなのも高齢者の方から、あるいは一般市民の方から相談があれば、やはりそれなりの対応をしていただけるというふうに思ってよろしいでしょうか。澤田副部長。消費生活センターにおきましては、解決できることと、できないことというのは当然あるかと思いますけども、できるだけ解決につながるように、相談機関等を紹介できるように努めてまいりたいと考えております。他に質疑は、山崎委員。片岡委員 の質問の最初の方で、府と府の生活相談と市の生活相談の関連について聞かれて、答弁はどちらでもご随意に好きな方に相談してもらったらいいというような答弁でしたけど、消費者庁の出している概要の説明の中では、新たに今度の法改正に伴って、都道府県の消費生活相談の事務として、市町村に対する助言協力広域連携の調整とあります。でこれはおそらくこうした問題が広範に起こっていることだとか、手口が広がってたりですね、そういうことがあるんで、この連携や調整ということになると、市の側からは府に情報提供なんかをして初めて生きてくるんではないかと思うんで、これまでのやり方からこうした点について特に強化をするというのが法改正の趣旨ではないでしょうか。どっちに別にそれぞれが独立に相談しますよということではなくて、情報を共有したり連携したり助言をしながら大きな枠でも対応していこうというのが今度の法改正の趣旨なんじゃないですか。これ
澤田副部長。都道府県との連携につきましては、これまでもさせていただいておりますし、今後もそれはしていく予定でございます。おっしゃるように、今回の改正によりまして、これまでは市町村に対する一時的援助というふうにされていたものが、必要な助言、協力、情報の提供、その他の援助ということになっておりますので、都道府県の役割というのは、さらに強化されたものというふうに理解をしておりますけれども、引き続き、どうぞ進んでまいりたいと考えております。山崎君。はい、ちょっと繰り返し申し上げて恐縮ですけども、今回の、この消費生活安全法の改正は、国のレベルで調べてみると、全体像は不当景品類及び不当表示防止法等の一部改正に関する改正する等の法律で、あと8本の法律が出てくるんですね。で、市町村で関わりの深いのは消費者安全法だろうというのは、ざっと概略見てると思うんですが、他は国の機関の強化だとか、都道府県の仕事が割と多い、保健所が絡んでるんだろうなと思われるんですが、こうした全体像を作った上で、市としてもその改めて、ね、この改正がされた趣旨についてしっかり捉えていただいて、大体この言うてるギリギリの水準は、宇治は前からやってるんやと言うと、ちょっと僕は趣旨が生きてこないということになりますので、改めて法律の改正の趣旨は、その新しい情勢に見合った市の業務の洗い直しや強化、改善ということは、ぜひ本格的に取り組んでいただきたいと思います。僕らも要望しておりますけど、他に質疑はありませんか。別に内容ですから、質疑はこの時点で終了、そして質疑本日は、お伺いさせていただきます。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に日程第4、宇治市三条共同参画計画、第4次宇治朝霧プラン補助案に対する意見募集結果及び宇治市三条共同参画審議会答申を受けた最終案の件を議題といたします。当局の説明を求めます。相良主幹。それでは日程第4、宇治市男女共同参画計画第4次宇治朝霧プラン諸案に対する意見募集の結果及び宇治市男女共同参画審議会答申を受けました最終案についてご報告申し上げます。諸案につきましては昨年11月11日の本委員会でご報告させていただきましたところですが、その後諸案に対する意見募集サブスコメントを行い、その結果を踏まえ宇治市男女共同参画審議会で再度ご審議いただいた上で、1月21日に宇治市男女共同参画計画の策定について答申をいただきました。この度審議会の答申を最大限尊重し最終案として取りまとめましたのでご報告させていただきます。それでは諸案の際にも説明させていただいておりますけれども、再度計画の位置づけ等について簡単にご説明いたします。まず資料2の2ページをご覧ください。
括弧1、まず本計画は男女共同参画社会基本法第14条第3項及び宇治市男女生き生きまちづくり条例第9条第1項に定める本市の男女共同参画計画であり、本市における男女共同参画の推進に関する施策の基本的指針を定めたものであるということでございます。括弧2、この部分につきましては、昨年9月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法が施行されたことに伴い、新たに本計画の基本方向2および基本方向3を、この女性活躍推進法第6条第2項に定める市町村推進計画である、宇治市女性活躍推進計画として位置づけをするということでございます。また、括弧3、本計画の基本方向4の計画課題1を、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第3項に定める市町村基本計画である、宇治市 DV 対策基本計画として位置づけ、括弧4、本計画は宇治市総合計画の部門別計画であり、関連する他の部門別計画と連携を図りながら推進をしてまいります。括弧2以外は現計画と変更はございません。括弧3、失礼いたしました。3ページの方をご覧ください。計画の期間は2016年、平成28年度から2020年、平成32年度までの5年間となっております。次に6ページの方をご覧ください。一番左側、目指す将来像として、真の男女平等と地域に根ざした男女共同参画社会の実現を掲げております。その右隣に計画の基本方向を記載しております。基本方向1として男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進、基本方向2としてあらゆる分野における女性の活躍の推進、基本方向3としてワークライフバランスの推進、この基本方向3を宇治市女性活躍推進計画として位置づけをしております。基本方向4として安全安心な暮らしの実現、基本方向5として共同による男女生き生きまちづくりの推進を挙げております。今回新たに策定する計画の特色は、1つ目に女性活躍推進法に定める市町村推進計画を計画の中に位置づけたこと、また合わせて女性の職業生活における活躍を推進する上で必須であるワークライフバランスの推進を、計画課題から基本方向に格上げをしたこと、2つ目に安全安心な暮らしの実現を基本方向として生活上の困難に陥りやすい女性が増加していることや、東日本大震災の経験から防災分野における男女共同参画の推進などに対応した計画としたことでございます。それでは次にパブリックコメント結果についてご説明申し上げます。資料1をご覧ください。1、募集概要の括弧2、募集期間をご覧ください。平成27年11月13日から12月12日までの30日間実施をいたしました。括弧3、周知方法でございますけれども、11月15日の市政だより、ホームページへの掲載や、市公共施設への配下のほか、12月5日、6日に、男女共同参画支援センターで開催をいたしました。宇治朝霧フェスティバル等で広報を行いました。2、募集結果をご覧ください。括弧1、合計10人の方からご意見をいただきました。括弧2、意見の内容につきましては、基本方向1に関するもの3件、基本方向2に関するもの4件、基本方向3に関するもの6件、基本方向4に関するもの4件、基本方向5に関するもの1件、男女共同参画の推進に関する目標値、指標値に関するもの3件、その他2件となっております。いただきました計23件のご意見のうち、書案を修正いたしましたのは4件でございます。
それではパブリックコメントでいただきましたご意見を踏まえ、書案を修正した箇所のみを説明させていただきたいと思います。現在ご覧いただいております資料1と合わせて、資料2、宇治市男女共同参画計画第4次の旗切プラン最終案もご参照ください。まず資料1の2ページナンバー3の部分でございます。資料には14ページの下の用語解説の部分をご参照ください。ジェンダーという言葉について、それ自体に良い悪いの価値を含むものではないので、用語解説を修正されるべきではないかとのご意見を踏まえ、記述を修正いたしました。資料1の3ページの方をご覧ください。国の第4次計画の草案なども用語解説をもとに、ジェンダーの用語解説としてもともとありました1文目と3文目の間、2文目に生物学的性別に対して社会によって作り上げられた男性像、女性像のような男女の別を示す概念で、それ自体に良い悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。一方で、との文章を追加をしております。次に資料1の4ページのナンバー3の方をご覧ください。資料2は20ページをご参照ください。宇治市が25年間にわたり取り組んできた紫式部文学賞は、女性活躍推進の先駆けといえる取り組みであり、宇治市男女共同参画計画で取り上げるべき事業であるとのご意見を踏まえ、整合を取るために施策の方向の1つ目の丸印の男女共同参画や障害学習の後ろになどという文言を追加いたしまして、具体的施策に丸3、紫式部文学賞の実施とさらなる周知を追加いたしました。また用語解説として紫式部文学賞を追加いたしました。次に資料1の5ページのナンバー4をご覧ください。資料2は先ほどと同じく20ページでございます。地域の課題を解決する女性人材への支援育成を項目立てされてはどうかとのご意見を踏まえ、施策の方向の2つ目の丸印にもともとありました女性の企業、就業、再就職、キャリアアップの続きに、地域課題の解決に向けた取り組みと追記をいたしました。最後に資料1は10ページのナンバー3をご覧ください。資料2は51ページ目標値、指標値の部分でございます。基本方向にあらゆる分野における女性の活躍の推進の項目の上から3つ目をご参照ください。基本方向にあらゆる分野における女性の活躍の推進中、政策方針決定の場へ参画したいと思う人の割合は、女性の活躍の推進に関する指標とは言えないのではないかというご意見をいただきました。第4次9次旗切プランでは、男女の指標値を一本化した部分ですけれども、現行の第3次9次旗切プランでは、男女別の指標値を設定しておりましたので、もともとは人となっておりましたけれども、ご意見を踏まえ女性という形に修正をし、政策方針決定の場へ参画したいと思う女性の割合といたしました。またそれに伴い、女性のみの数値に修正をしております。以上がパブリックコメント結果を受けた修正箇所でございます。宇治市男女共同参画審議会では、このパブリックコメント結果を受けた修正について1月15日の審議会でご審議をいただき、その内容も踏まえた上で1月21日に答申をいただきました。本日本委員会でご意見をいただいた後、年度内に新たな宇治市男女共同参画計画を策定してまいりたいと考えております。以上、宇治市男女共同参画計画第4次宇治旗切プラン書案に対する意見募集の結果及び宇治市男女共同参画審議会答申を受けた最終案についての説明とさせていただきます。以上でございます。
これより質疑を行います。今川委員。はい。これ、多分公明党も時間かけてされて、で、まあ、提出数が10人で、意見数が23件ということで、しかも書案を修正かけたのが3箇所ということなんですが、これ、実際、有意義あるものとしてね、やっぱりやっていただきたいなと思うところなんですけれども、市民の皆さんにもうちょっと周知してもらって、やっぱりこう市民とか、企業も一緒に巻き込んでやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。玉本課長。はい、確かに10件という件数が多いとは私どもも思っておりません。で、まあ、前回5年前に第30宇治朝霧プランの策定にあたっては、実は6件しかパブリックコメントをいただけなかったということで、まあ、今回できる限りイベントの場に置かせていただいたり、あと、ワークショップに参加して、プラン策定にあたってのワークショップに参加してくださった方に、直接呼びかけをしてみたりというようなことで、それでも受験していただけなかったということで、これまでもご指摘いただいてますように、男女共同参画についてはさらにもっともっとその第4次プランができたことをきっかけに広報をしていく必要があると思っております。で、事業所というお話もありました。で、事業所につきましては、今回もアンケートに調査に答えていただいたりということはあったんですけれども、今後特に女性活躍推進法ができる中で、できて、その寄付金型でも、市町村推進計画を位置づけたわけなんですけれども、その中で特に事業者さんとの、連携が必要になってくると思っております。本当にご指摘いただいた通りなんですけれども、さらにどうやって連携を取っていくかということが重要な課題になっていくと思いますので、事業者の方を呼びかけておくというようなことをしていきたいと思っているところでございます。すみません、ちょっと私は、はい、ごめんなさい、修正かけたのが3箇所と申し上げましたので4箇所です、ね、ございます。そうですね、やっぱりそのアンケートにしてもやっぱり記載する部分が非常に多かったり、実際私の家族もですね、やっぱりこういうことで参加をさせていただこうということになると、やっぱりこう途中でちょっともう各お答えすることも正直もうなかなか最後まで書ききれないこともあったりで、非常に難しいかなというふうに考えるところです。で、もちろん広報も本当に非常に大切なところで、やっぱりせっかく女性推進活躍法ということで、頑張っていただきたいことも鮮明に出す中で落としていただいて、でやっぱりこう頑張っていただきたいという思いもありますので、より市民に親しみを持っていただけるようにしっかりとしていっていただきたいなということで要望をして終わらせていただきたいと思います。他に質疑はございますか。長崎委員。16ページから17ページのところで、職業生活における男女共同参加の推進というのが出てくるわけですけれども、その中で女性の就業のパターンがいわゆる今までの M 型と言われてたのがだいぶ市長にあたって、携帯はともかく仕事を連れているという事実が上がってきたということで言いますと、男性の場合とですね、形というものはそれほど変わらないというふうになってきた、そういう中でアンケートの結果でいうと、女性が必ずしも職場において地位が高いとは言い難いということとですね、もっと具体的に言いますと、38ページの困難な状況を抱えた女性への支援のところ、なぜここしか出てこないのかなと僕ちょっと思ってるんですが、そこに男女の賃金格差は依然として大きいと書いてあります。世界で最も男女の賃金格差の大きい国の一つなんですね。先進国の中では多分1位という割合になっていて、これは縮まるというかじわじわ拡大をしています。一方で縮まっているのは男性の方も非正規が非常に増えている。で、男性の賃金平均賃金も若い人では下がってきているので、若い世代では少し縮まっているようですけども、
男性がずっと正社員を続けていく年代30、40になっていくとガーッと差が開いていきます。この問題はね、もう少しその積極的に取り組むというか課題として掲げないと、男女の平等という問題がただ理念や考え方の問題だけだというふうになってしまう引き出しにならないですかね。日本は資本主義の国ですから、そこでさまざまな力のや源泉というのは経済力に大きく依存するわけですね。その根幹のところでね、女性が男性の半分しか給料もらえないという状態について、ここにメス入れなければ男女共同参画というのはなんか絵に描いた餅になってしまう心配があると思うんですが、ちょっとそれに対する取り組みはその積極性が欠けているような気がするんですが、ちょっとそのお考えを聞かせていただきたい。山本課長。はい、確かに男女の賃金格差非常に大きな問題ということは認識しておりますが、労働行政が国の所管であって市ではなかなか、それに向けた積極的な取り組み、啓発とかいうことがしていけるんですけれども、所管の部分以外での取り組みをしていくことが難しいということもあって、その中では、ただ国民におかれましては、昨年男女共同基本計画、第4次男女共同参画基本計画、昨年12月に策定されましたけれども、であるとか、いわゆる女性活躍推進法におきまして、男女間の賃金格差解消に向けた具体的な施策を示されております。で、本プランにおきましては、女性活躍推進法に定める市町村推進計画をプランの中に位置づけまして、一般事業主行動計画の、策定に関する広報とか、そういったことも事業者さんに向けてしていこうというようなことを具体的施策として定めさせていただきました。で、本市といたしましては、今後やはり国の動向を注視しながら、事業者における啓発に向けて取り組んでいきたいというふうに考えているところです。山崎議員。僕もこの問題何回か提起をしてきたんですが、そのため の答弁の中で、市の権限だとか所轄事項でないと国のことだというような答弁があるんですが、ただね、50ページのところからの目標数値見ていただくとね、市に権限のないことを目標数値になってもいっぱいありますよ。本市の人事の問題自体は市の権限の問題ですからできますが、介護休暇を取得したことのある人の割合っていうのは、アンケート取ってるだけで別に市がなんか権限持ってですね、誰に取れとか、企業に指示する権限も何もないですよね。で、そうか、そうなのかどうか、そういう言い方をすると違ってくる。なんか僕は賃金格差の問題を少し及び腰になっているような気がして仕方がないので、いつも問題にするんですけどね、所轄事項でないにしても、これがこの問題の間の一つだというふうに捉えれば、例えば市内企業に対してね、あなたのところに勤めている人の男女の賃金の平均額は何もだと、例えば正規と、非正規と分けてもいいですし、別に職単でもいいですけども、おそらく倍ぐらいの差が出るところが多いんじゃないかと、ね、それ別にだからといってどういう権限があるわけではありませんが、そうすることによって平等へというプレッシャーには少しなると思いますし、その数字を把握することで実態をより正確に掴んでいくことができるんじゃないかと。市の中だけでものは解決しないことは他の項目もたくさんありますからね。賃金格差の問題だけ権限がないとか市の所管事項でないとかいうのは少しおかしくないですか。山本課長。そうですね、去年に一度、計画の策定年度に合わせて調査を取っているわけなんですけれども、確かに言うと、そういったところで、ただ、そうですね、男女間の賃金格差ということを、アンケートの取り加えるというようなことも今後検討する課題ではあるのかなというふうに思っておりますし、その中で把握して、投資が、どういった政策を、この国の権限、所管外であるというよりも、市として具体的な目標に、ね、近づけるためにできることが少ないのかなというふうに賃金の格差については思っているというところが正直なところではあるんですけれども、今後
まあ、また5年後に向けてどういった調査を行って今、どういった具体的施策を作って取り組んでいくかということはまた今後の検討課題であるというふうには考えております。山崎議員、それなりに僕の言っていることに対するご理解はいただいているのかなというふうには思いますが、この片桐プランは出来た時から私ども会派として、さまざまな提案をさせていただきました。特に当初目標数値がはっきりしてなかったプランの時に目標数値を出して毎年その進行チェックをする必要があるのではないかというのは取り入れていただいて、その項目も少し増えてきて改善をされてきてより充実した計画になっているなというふうに評価もさせていただいております。ただそうした中でいうとだんだん目立ってきたのが男女の賃金格差という問題に、ね、やはりこれを下げていく理由が今お話ありましたが特にないと思います。で例えば宇治は男女賃金格差が非常に狭くて隣の町は大きいというようなことが現実に起こりうるのかどうかというのは難しいとは思います。ただこの問題を把握をしなければ理念問題だとか考え方の問題にどうしても傾いてしまう。経済的な基盤があって男女の平等が妨げられている点があるんだというのがやはりこの問題の根本的な捉え方じゃないか。で、そう根本的だと捉えるかどうか少し置いてもそのこと抜きに男女の共同参画というのは語れないというのはこれは立場の遺憾を超えて共通しているというのですね。今検討するとおっしゃっていただきましたけども改善のたびに同じような意見を言わせていただいているんですがなかなかそこが進まなくて特段進まない理由も納得のできる説明がありませんので、今検討したいとおっしゃいましたのでぜひご積極に検討していただいてですねそのことを入れていただきたい。おそらくそういう報告になった時に初めてリアルな論議もできるし、実態がより反映したものができてくるというふうに思っている。これは今のご答弁に期待をしてその実現をぜひ強く求めていきたいと思います。以上です。他に質疑はありませんか。別に内容ですから質疑はこれにて終結し本件は打ち切らさせていただきます。次に日程第5宇治市和合ホテル新築等規制条例の件を対応いたします。当局の説明を求めます。 中島課長、それでは日程第5宇治市ラブホテル建築等規制条例についてお手元の資料に基づきご説明申し上げます。まず1経過についてでございますが平成24年の集会所再生プラン策定に伴う宇治市集会所条例以下旧集会所条例と言わせていただきますを廃止する条例に関連し宇治市ラブホテル建築等規制条例の規制区域に規定されております。仲介所を削除するため改正条例を平成24年3月定例会において議会に提案しご可決いただきました。その後廃止にかかる施行期日を延長する改正を経まして平成27年12月定例会におきまして宇治市仲介所に関する条例以下新仲介所条例と言わせていただきますと宇治市集会所条例を廃止する条例の施行期日を定める条例をご可決いただきいずれも平成28年4月1日施行となったところでございますが宇治市ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例につきましては施行期日が未定のままの状態となっております。次に2宇治市ラブホテル建築等規制条例についての考え方でございますが宇治市ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の施行期日が未定となっております状態では平成28年4月1日に廃止となる旧集会所条例を引用しているため平成28年4月1日以降条例上齟齬が生じることとなります。その齟齬を生じさせないため旧集会所条例に規定されております集会所を削除する必要があります。そして改めましてこれまでの通り宇治市ラブホテル建築等規制条例に集会所を規定するため新集会所条例に規定されております集会所を追加する方向で考えております。以上簡単ではございますが説明させていただきます。これより質疑を行います。質疑ございませんか。山崎、
議会の判断を受けて法治の変更されたということですので、ご提案としては歓迎をしたい。はい、他にございませんか。別にないようですから、質疑はこれにて終結し、本件は決めさせていただきます。次に日程第6、可燃性、不燃性一般廃棄物と収集運搬業務委託業者の件を代といたします。当局の説明を求めます。野田担当部長。はい、日程第6、可燃性、不燃性一般廃棄物と収集運搬業務委託業者についての件でございますが、資料の説明に入ります前に一言お詫びを申し上げさせていただきたいと思います。本件につきましては、去る1月23日の新聞に報道されたものでございますが、宇治市といたしましては、詳細が不明でありましたので、本委員会への報告等の取り扱いを検討させていただいていたところでございます。まあ、そのような中、運搬当該事業者の指名停止措置が策定いたしましたことなどによりまして、急遽日程の追加をお願いしたものでございます。また資料の配布が本日になり、委員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。それでは説明につきましては3時のほかさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。北岡参事。それでは日程第6、可燃性不燃性一般廃棄物と収集運搬業務委託業者について、お手元の資料に基づきましてご報告いたします。現在同業務の委託契約を締結しております有限会社協管についてご報告いたします。事案の概要でございますけれども、当該業者より役員の一人が平成27年1月に失礼いたしました。平成27年8月に暴行の罪により罰金刑に処せられていたとの報告を受けています。これに基づきまして、当該業者は京都府より平成28年1月22日付で産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されています。宇治市の対応といたしましては、宇治市競争入札等参加資格の停止に関する要領に基づきまして、平成28年1月25日から1年間の指名停止措置を行っております。今後の対応といたしましては、当該業者とは平成28年3月末までの業務委託契約を行っておりますので、清掃行政といたしましては、市民サービスの低下や市民サービスに混乱を招かないことが最重要課題と考えておりますことから、平成28年4月以降の事務執行、予算措置等を含めました準備、契約準備行為などの手続きにつきまして、関係各課との調整を行っているところでございます。以上、可燃性不燃性一般廃棄物と収集運搬業務委託業者についての報告とさせていただきます。これより質疑を行います。片岡委員。この当該業者は確か前の決定の時は、入札ではなくて指名ということがありましたが、この業者に代わる他の業者の場合でも競争入札はやめて、やはり指名入札というふうな、あるいは随契約というか、要するに指名、競争入札を経ないで決めるというふうなお考えはあるんでしょうか。北岡参事。現在契約しております、内容でございますけれども、協管とはこの業務につきましては、随意契約の方を行ったところでございますけれども、例えば、瓶ペットボトルなどですね、につきましては、入札の方で、契約の方を行っているところでございます。片岡委員。お尋ねをしているのは、当該業者が1年間で指名停止になるんですね。その代わりの業者を選ぶのに随意契約になるのか、あるいは一般
競争入札になるのかということをお尋ねしているわけです。北岡参事。市民サービスの低下や、市民サービスに混乱を招くことがないように、さまざまなケースをシミュレーションいたしまして、検討しているところでございまして、また随契約を行うということになりますとですね、一定のやっぱり実績等が必要かというふうにも考えております。そのような業者が果たして、市内に存在するかも含めた検討も必要かというふうにも考えておりますので、今現在さまざまなシミュレーションとさせていただいているところでございます。片岡委員。結局しかとしたご答弁になってないんですね。市民サービスの低下につながらないようにやはり随意契約ということもあり得るというふうにしか思えない。これは随意契約をするということは対象金額から言って、これ法令に違反しませんか？クリアできるというのは市民サービスの低下につながらないようにということでは説明つかないと思いますよ。みんなそれぞれみんな長年こういった業者に従事してるわけ、業に従事してるわけですから、当該業者だけが随意契約というのはおかしいので、やはりきっちりとした態度で、法にのっとってやってほしいと思うんですが、いかがですか。北岡参事。はい、本市の、可燃性一般廃棄物また不燃性一般廃棄物等の委託をするにあたりまして、市民サービスの低下や市民サービスの混乱を招かないということを最重要課題というふうに考えております。また廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の方に、受託者が受託業務を遂行するに足りる施設人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有するものであることなどなど、法の方でも定められております。また昭和54年の札幌高裁の判例でございますけれども、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は経済性の確保よりも業務遂行の適正を重視しているものということで、経済性の要請に応える一般競争入札を原則とする地方自治法第234条および同施行令の規定は適用されないという判例もございますことから、現在まで随意契約を行ってきたものでございます。野田担当部長。はい、ただいま参事の方が報告させて、答弁させていただきました内容は現契約の随意契約についての法的根拠について説明させていただきました。今後につきましては現在、まだ全く未定でございます。これにつきまして今日時点でご報告できる状況でございませんので誠に申し訳ございませんが、今現在、検討中であるというところでご理解いただきたいと思います。片岡委員。結局同じことですよね。また当該業者に代わる業者を随意契約にするのか、あるいは法令にのっとってきちんと競争入札にするのかはまだ決まってないということですね。そういうことですね。はい、分かりました。木本委員。意見だけですけど、今の説明にもありましたけれども、契約等々はいろいろと法改正ということでありますけれども、本当にそのゴミの収集等は非常に重要なことでありますし、市民サービスに影響でないように、で、その次元といいますか、決まっていることなので、速やかに検討いただいて、またご報告いただければと思います。はい、です。他に質疑はありませんか。山崎。新聞報道では、京都府はこの産廃業者としての許可の更新を申請、更新申請があった際に、役員の1人が8月4日に暴行で罰金刑に出られていたというのに分かった、だから取り消したとあるんですが、この市の宇治市が、
この暴行事件があったことを知ったのはいつ？北岡さん次。今年の1月25日月曜日に土曜日の新聞を見て知りました。山崎。新聞を見るまで知らなかったんです。京都府はそういうことにて、その公式非公式を問わず情報を伝えてくれるということはしないんですか？北岡参事、ございませんでした。山崎。大変微妙な時期に来たんだなと思うんです。毎年あれですね、先ほど片岡議員の質問にもあった特定随行を結んだのは1月末頃ですよね。違いますか？その直前に情報が入ったということなんです。北岡さん次。すいません、契約の締結は4月1日でございます。準備行為の方は、まあ、始める例年ですと始める時期かとは思います。山崎。4月1日に契約して4月1日から当然仕事はできないから、まあ、準備行為というか実質上1月末頃に選定をして、その移行で準備を双方が進めていくんだろうと思うんですが、まあ、その直前に起こったことで、本来ですとね、もう少し早く事態がつかめてたらまだ対応の選択肢も広くあって、まあ、時期が時期なんで、今に至って対応がまだ決まらないという戸惑ってられるという、そんなふうにイメージをするんですが、刑事事件で罰金が刑に処せられるという事態になっているのに、なぜそれが全くその当該者からですね、当該者だってこれ法に基づいてとありますけれども、法律は、敗訴法の14条に あって、そこの中に7条の5項4の範には、罪を犯し罰金の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が役員ないし従業員にいたら、そういうところと契約したらいかんと、こうなってるんですね。明らかなこういうことをその当該企業は知らなかったとは思えないんですけども、8月に罰金刑を受けたのに報告をしてこないのは不誠実だというふうに思いませんか？北岡さん。特別な関係があるんやろ、これのところにも1枚持ってきて突っ返したけど、やじ、これはやじ、会社の方から、企業の方からは、委託業者の方からはですね、まあ、会社の方への報告がなかったということで聞いております。山崎。会社も知らなかったと言ってるんですか？はい。北岡さん。知らなかったというふうに報告を受けております。山崎。これもまたちょっとにわかに飲み込めないような説明ですよね。で、僕はね、まあ、知らんかったということで、まあ、話のついつまを合わせてるのかなと思いますけども、匿名、特定随行を結んでるということは双方にそれなりの信頼関係があるというのが前提ですよね。だったら、それを継続できないような事案が起こっていることについて、市に報告しているのは大変不誠実だというふうに思ったんで聞いたんですけども、会社も知らなかったというと、どんな会社なんですかね。これ役員でしょ、一職員じゃなくて起こったのが。でかつ罰金刑というのは要するに結構重いもんですよ。その、まあ、金庫だとか言えば隠せないですけどね、罰金払ってっていうことですが、それも暴行で訴えられて有罪になって罰金払ったと、かなり目立つ事件だと思うんですよね。それ会社が使ってなかったというのは一点の疑義もあるそうだなというふうに受け止めておられるんですか？北岡参事。会社の方と、まあ、お話はさせていただいたんですけれども、全く報告がなかったので気がついていなかったということで、報告の方はいただいているところでございます。山崎。だからなんで京都府に、許可の更新を申し出たときに分かったんですか？北岡さん。この継続の手続きにおきましては京都府の方が
関係箇所の方へ紹介をかけられるということを聞いております。山崎、関係箇所の紹介というのは府警本部に聞いたらあそこの役員でこんな事件がありましたよと知らせたと、はい、そういうことですか。幹部に苦しい答弁させたらあかんわ。北岡参事、はい、悪いやつは分かってる。まあ、京都府の方担当者の方に電話ですけれども確認したんですけれども警察や検察の方へ紹介をかけると、更新手続きがあったときにはということを聞いております。山崎、ちょっとその辺の経過には市が掴んでることと、まあ、常識にちょっと推測することの間にですね、ちょっと齟齬があるような気がいたします。もう一つですね、京都府が、許可を取り消したのは産廃、の収集運搬業務ですから、このことそのものは宇治市が委託している事業とは直接適用するものではないと思いますが、市の方もですね、市の宇治市競争入札と参加資格の停止に関する要項の中で、もちろん役員が停止権を起こしているところ、これ、規定は同等の5年以内、5年を経過していないものとほぼ同等の規定になっているんですか、ね、そこの規定をあればですね、読み上げてください。議員の口利き行政反対と撤廃と無視しかなあかんわ、そんなことやっとったらあかんで、口利きや議員の口利きや。北岡参事、はい、暴力行為ということで、入札参加資格者またはその使用者がその業務に関し、次のものおよび地域において行った暴力行為等について、暴力行為等により逮捕書類送検または起訴されたときということで、宇治市民または宇治市職員または宇治市内、逮捕または控訴したときから1年ということになっております。山崎、国の配送法の規定は5年になってますが、うちの規定では1年で、まあ、規定の定義の仕方はそう違わないというふうに思いますが、だそうすると、この会社は少なくとも、新年度4月1日からの契約更新する対象からは外れる、対象にはできないというふうに考えていいんですね。田岡参事、入札に対しまして、指名停止期間中というふうに判断しております。山崎、入札していませんが特定随行の対象からも外れるというふうに理解しています、ね。田岡参事、市長は、指名停止措置中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない、ただし災害時の緊急工事等緊急を要する場合、当該、入札参加資格者が保有する特殊技術を要する場合等で特にやむを得ぬ事由があり業者選定委員会の承認を得た場合はこの限りでないという状況がございます。山崎、今災害時ではありませんから対処ができないということですね。まあ、それで変わる業者の選定で今、まあ、いろいろシミュレーションしながら苦労されている、まあ、片岡委員の質問にありましたが、それを入札するか追加にするかも含めてまだ決まってないというお話です。先ほどの東京都内での市内ですか、判例の中でも出てきましたけども、
このゴミ収集の事業というのは単に経済性だけで選んではならないと、まあ、それで随行が許されているというご説明でしたけど、つまりそれだけ市民サービスとして重要な要素を持ったことであるので、その市民サービスの質を確保するということが優先されるんだよという、そういう趣旨の判例だったと思うんですけども、そうなるとですね、そうやって信頼をして随行をしてきた会社が、まあ役員の中にこういう方がおられるという事態というのは、やっぱり根本的な検討が必要なのではないかと思います。まあ、とりあえず4月1日からの体制については、いろいろ今対応に苦労されていると思うんですが、急いで対応していただいて、同時にですね、こうした不安定な要素を抱えているその民間委託というのをこの業務でこんなに進めていいのかどうか、この点にやっぱり踏み込んだ検討が必要になってくるんじゃないですかね。その点も含めてね、当面の対応で今は精一杯だと思いますけども、ご検討、また方向の修正が必要なら修正をするということを、今そういう段階ではないかと思うんですが、その点についてはいかがですか。北岡参事。さまざまな方法につきましてですね、シミュレーションさせていただいて、検討させていただいていただいているところでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。山崎。あと一つだけ聞きたいんですが、先ほど瓶とペットボトルは入札でやっているとおっしゃいましたが、瓶とペットボトルはこの会社ではありませんよね。この会社、空き缶を対応しているんですが、これは入札でなくて随行なんですか。北岡参事。契約の方でございますけれども、可燃性可燃性と一般廃棄物ということ、廃棄物ということで契約させていただいておりまして、本市 の収集の日程でございますけれども、水曜日が缶の日という市内全域になっておりますので、水曜日だけ収集に行かなくていいよということではなくて、1週間月から、金曜日までの業務を委託しているというのが現状でございます。山崎。瓶やペットボトルは入札でしているけども、缶は、可燃物も収集と、まあ、日程的に一体のものになっているので、まあ、セットで随行しているという話ですね。まあ、それはそれで事情がわからないというわけではありませんけども、逆に瓶やペットボトルが入札で不燃物、空き缶は随行だというのも、なんかバランスの悪い気はいたします。まあ、そのことも含めて、全体 その委託という業務の位置や、これから の安定した業務の運営、サービスの質の確保、まあ、こうした面も含めての検討をぜひ、強く求めて終わります。他に質疑はありませんか。別にないようですから、質疑は始めて終結し、本日は以上で本日の日程は全て終了いたしました。なお本日の委員会での発言については適用を点検し、適切な発言等がありました場合は委員長によって説明させていただきます。これで本日の委員会を1万円返してもよかったな。1万円返してみます。